3000年間この宇宙を支配してきたワイズマンのもとへ。砂漠での戦闘、こちらに分布。貴様は人間の…キリポ、やつはもう一人きりじゃねえんだ。手下が…砂漠での戦闘、コキ様は人間の左だ。Yeah.
私が聞いたことのない英帝だ。ワイズマン、これがクエント古代の秘密の意志だ。
の神にすがってまでお前に。はいはいはい、尽きるまで。そう、いやライブでやってたんですけど、ちょっと通話してたんでライブの方声入れてませんでした。はい、そんな感じです。諸君、冒険に切れない。よいしょ。なんか ART 終わるまではちょっとやろうかなぐらい。いやちょっとまずいんだよなそれ。はい、これ次第ラグんなかったらほぼ終わる。わあ終わったか。はい、あったいいぞ。はい。ってことでライブです。はい。あれ俺マイクなんかすげえこと言ってる、もしかして治ったか。大丈夫か。よいしょ。やっぱ YouTube で配信するとキリですね。大丈夫、ありがとう。まあ ART 終わるとこまでちょっと放送します。
いつもニコ生で放送してるけど、マジで YouTube で放送するとめちゃくちゃ綺麗、むちゃくちゃ見える。あーやっちった、ごめん。これスイカね。全然違うわ、すげえな YouTube。 遅延もほぼなさそうだし、YouTube ばっか見てるからありがてえ。あ、そうなの。殴る、当たらず、茶目引く。ここでこれ茶目ね、これ茶目刺したね。まだ上がれ、いいぞ。まだ、あー行かないか、50か、十分。20と50で70ね。あそこに書いてある数字が上がっていくんじゃなくて、画面上に数字が出たらその分全部載せていくから、ホイホイって。まあ実際、まあ今のユーザー YouTube の方が間違いなく多いですからね。YouTube の配信環境は全然作れるんですけど、ウェブカメラの画質がちょっとやばいから、だから弱いから、こっちで放送するのどうしようかなと思ってやってない。ああ、お茶目ですね。砂漠での戦闘、こちらに狙ってもらう。これウェブカメラでやってるせいでね、画面がねフレームレート30までしか映らないのと、あと画質的にも多分ねそんなに綺麗じゃないんだよね。なんかみんな YouTube で配信してる人たちすげえ綺麗だからさ、いやほんと綺麗だよねみんなすげえなと思う。カメラにあれすごい金かかってるよ。最低でも5万以上してる、多分カメラ使って放送してると思うんですよね。すげえなと思う。4K まで対応させたらそうなっちゃうし、60フレームレートでカメラを撮れる環境っていうのが高いんだよね。ん？ハズレかチャメか？ふん、チャメだったんだね。こちらに分がある。はい。様は人間の手で葬らねばならない。ってことは銃撃ちますね。はい、外す。もうすぐ果てしれない戦争と混乱。中央揃いの場合は多分チャメだと思うんで、あ、まあまあまあ十二分に多分見れるぐらいの画質はあるんですけど、その上を越したぐらいの画質になる。機材にかけてる金額が多分俺の倍ぐらいかかってますね。まあ、同時放送するってのも可ですけどね。
よいしょ。なんかマイクに音入ってる。マイクから雑音鳴ってる？もしかして。なんだろう。ふぅ。まあまあまあ、多分大丈夫でしょう。まあ、ある程度の放送環境はあるからね。あ、本当に？攻撃される。何色だ？緑。刺せ。おお。黄色。まだだ。当てろ。いいぞ。まだいけ。おい、いいぞ。まだいけ。あー、40。まあ、音の直撮りはできてるからも雑音は少ないと思いたい。思いたいだけだよ。思いたいだけ。チャメですね。これ真ん中来て、これ外れてればチャメ。砂漠での戦闘、こちらに分がある。狙ってもらう。狙ってもらうが一番弱い。次。はい。あらる。行くね。でもバトル継続型って面白いよね。いや、なんか知らんけど、このバトル継続型って面白いよね。ゲーム数はのせプラス最後にバトル継続システムはやっぱ面白いと思うんだよな。今じゃもうどっちかになっちゃってますけどね。このシステムいつかまた復活してほしいんだけどな。お、戻った。どうだ、霊薬以上。はい、チェリーですね。打ち方は北斗の剣と変わりません。はい、北斗打てれば分かる。これどこまで続くんだろうな。
まあ、なんだかんだで黙々と打ってんだけど結構続くよね。おいね、へい、弱チェ。下がれ。おお、スイカ。ほい。ほい。はいはいはい。はい。当たんかーい。あ、30だろ。いけ。あー、30。あそこすればね、夢あるけど。この前だいたい上乗せしても後に乗っけられます。はい、戦闘中出てくるのはだいたいこの間に引いたやつが出てくる。だ、継続率というかなんというかだよね。中にゲーム数残っててチビチビ出てくるシステムだと思うんですよね。いやいや、解析そんな見てないからわかんないですけど。なんか裏に残ってる気がするんだよな。本当に多分そんな感じだと思う。裏の線になってて残ってるみたいな。YouTube の配信環境もだ、同時配信するのが一番なのかな。そうするとログも残っていいんだよね。動画ログが残るから後で見直せるんだよね。ニコ生だと1週間だと消えるから、それ考えると YouTube で上げとくと後が楽なんだよね。間違いなくこっちの方が綺麗なことは間違いないしな。悩むとこですね。戻って着いた。こいつはあっちいぞ。あれ、スイカ？これ強スイカとか中段にスイカって揃ったっけ。砂漠での戦闘、こちらに狙ってもらう。はい、はい。ああ、ないんか。いつもこうやって煽ってくんだから、こいつ煽りすぎだぞ。裏に乗ってるといいね。あれ、裏に乗ってんのかな。謎だよね。出るなぁ。
初当たり的には3回目だもんな。 ART3 回目今の台で ART ここまでこう安定して入る台あんましないよね。ボトムズは一回 ART ぶっ込んでワンチャンあると思うんだよな。まあ ART 突っ込むまでが問題なんですけど、普通に毒でも天井行くし、大問題なところはそこだけど、よかったな。いつも YouTube で配信するの大体ゲームぐらいだからね。殴る、殴り返せ。おい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 、殴り返せ。終わるぞ。おー、いいねー。やりますね。しかもビットレートゴリ押ししても大丈夫ってのがすごいな。これ今放送9メガで配信してるんですけど、全然動いてる。やっぱ YouTube すげえや。9メガ配信で普通に動くのは多分 YouTube しかないんじゃないかな。遅延も見てると多分3秒4秒ぐらい。ああ結構あるわ。思ったりあった超てな低遅延モードにしたけど10秒ぐらいある。もっとないかなと思ったけど意外とあるわ。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、13。さあまだあるかな。はい、何色だ。黄色。いい、残念。ここ次第避けろ。あー、ボタン連打ない。ないね。落ちたか。はい、え、1回目で落ちたんじゃね。あ、落ちたわ。落ちてる落ちてる。リプレイ来ないからもう落ちてる。悲しいな。
まあけどちょっとテスト放送みたいな感じで放送しましたけど、普通に見れてるみたいなんで、ちょっと YouTube の方も後々考えてみます。お、キリコ、また戦争に行っちまうのかい？は？あー、チャメ？チャメみたいですね。煽り見たら終わりにしますか。多分煽ってくると思う。煽ってこなかったら本当に何も起きない。おお、了解了解。お前らボトムズ乗りにはうってつけの人。チャメじゃねそれ。そんなチャメ引く？なんだ。煽ってんな。チャメ引いたな。なんだ。テンドン。うん、出さそう。煽りが言うほどないということは多分何もない。キリコ、無事か？はい、ってことで、はい、こんなところで終わりにします。ご観覧なんかずっと4名の方見てくれてありがとうございました。はい、こんな感じです。はい、お疲れ様です。またのー。